小学生の子どもたちが力の限りぶつかって横綱を決めるわんぱく相撲。先月19日、杉並区大会が開催されました。今回で46回目になる杉並区大会にはおよそ200人の小学生が参加。取り組みは学年別、男女別で行われ、優勝を目指して戦います。4年生から6年生は優勝すると東京都大会への出場権を獲得できます。6年生男子決勝戦は前田直太郎くんが浴びせ倒しで優勝を果たしました。最高です。優勝したいです。6年生女子の決勝、一瞬ヒヤリとしましたが渡辺光さんが寄り切って勝ち優勝。改めて優勝できたんだなって実感して嬉しかったです。そこに向けて少し筋トレとか頑張ろうかなって思います。